おはようございます。ジラと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ですね、この動画を撮った日をお伝えいたします。36,600 円の動画が出て、翌日なんですよ。はい。ちょっと、落ち込んでおりますさらにもう一つ言うと、その、前の日のライブで、なんか気持ち、心身的に落ち込んでいる日です。というわけで今日は落ち込んだテンションでの、モンスターバトルロードビクトリー。なんか今まで夜勤明けとかに撮ったことあるんですけど、今回はあまりテンションがね、高くならない実況となってます。行ってみようこういう日にはね、一発ドカンとやりたいとこですよね。はい。もう一発ドカンとやってね、気持ちよくやりたいとこですよ。なんだそのパチスロ理論。行きましょう。今日の武器は星砕きにございます。お供はホースデビルとデビルアーマー。ホースデビルに急にね、突然のね、ホースデビルでね、安定取ってるかと思えば、またデビルアーマーで一発やんでてるというね、なんともちぐはぐなチームですね。まあ、今回この星砕きをね、初めて動画内では使うんじゃないですか。まあ、基本的にこの一撃系の武器って、僕あんまり好んで使わないっていうのがあるんで、こういうね、星砕きを使うのはもう初めてなんじゃないですか、動画ではね。ライブではちょこちょこ求められて使ってるんですけど、さあ行ってみましょうかね。はい。星砕きなかなか強い武器なんですよ。単体性能だけで見れば。ただ問題はそれを活かしきれるかどうかっていうのが、だいぶ運の要素に作用されるのがでかくて、大丈夫にゃんうわさあ行きましょう。このブレイクオール。これがね、なかなか強いんだよな。命中率めちゃくちゃ低いんだけどね。フールブレイクの全体版です、簡単に言えば。はい。うわ、強っそう。フールブレイクっていう技があるじゃないですか、魔法使いに。あれの全体版って見てしまえばわかるんですよ。耐性無視のね、全体防御。なるほどね。まあ、お供は全員打撃に硬いから大丈夫よ。お前、賢さ20からラリホーよく放つよね。君、賢さ20からよくラリホーなんて打てるよね。打とうとよくするよね。聞いたけどなんか。デビルアーマーちゃんお前、C4 なんでめっちゃ使えるモンスターやろ、お前。レアモンスの中でめちゃくちゃ使える部類やぞ、お前。なぜお前がそこで止まるんや。ね。新横断デビラーはなかなか優秀です。皆さん使ってみてくださいね。うわ強っおいデビラーマー、さてもう一つの技も紹介しましょうかね問題はこれが当たるかどうか決まればもう痛恨パーティーっていうのはね、決まれば爽快決まれば爽快です問題は決まらないだけであってね。はい、ダークエッジ。まあ、デビラーマーさんバカですよ。あいつはバカですよ。あっちのデビラーマーバカですよ。お、乗れから来るか。まあ余裕でしょ。大丈夫。はい、ナイスか。どうしかもう。いいね。天候のとき今回が、行きます。近くの変動を守ります。行くぜ !1 か8かハリューこれは気持ちいい。そうなんですよ。この近く変動はもう魔人切りみたいなもんですよ。はい。で、当たると時々ね、混乱にさせるっていう効果もあるんですけど。いや、一撃系はね、決まれば確かに気持ちいいんだよ。うん。砲撃。おっと、とも食い。はいなるほどね。おっと、とも食いをしていく、ここでね。近く遠藤、いいね。で、ブレイクオールで一応安定弾もあるんで、星砕きそこそこ強い武器であるんですけど、命中率に悩まされるっていうのはまあ、あるかな。どっちにしろ命中率に悩まされる武器ではありますね。こうしてみると。ここは力がでいいんでダメ押ししても、ホースデビルが動けば勝ちですね。ホースデビルはもう最後締めですよ。呪文なんでね。またはね、あ、ホースデビルお前本当に、俺、言霊っすかあ、よくある、言霊ってやつですね。あれお前、俺と同じ装備じゃない？天空の盾、四角変と、その鎧。一緒じゃん。いや、同じ装備だ。あれなんかどっかで見た装備だなと思ったらさ、同じじゃん、お前、俺と装備と。あ、いいじゃん。適当に選んだ相手としては上出来だ。お前と俺の運、どっちが強いか。行きますぜ。真剣勝負や。四角変動で、これよ、四角変動で。決まれば最強。あ、イエスマライコーさんでしょ？知ってるよ。イネズマライ鉱山だよね。さあ来いよ。相手にとって不足はないっすよ。さあこちらもね、同じ装備で仲間モンスターが違うだけってなんかすごいな。さあメラミをまずはね、どちらでも大丈夫。デンタがゴールデンゴーレム、はい完璧。ゴールデンゴーレムは非弱点ですね。はい、なんでメラミがね刺さる。おバギーマンか。バギーマンはデビルアーマーが危ないか。まあでも大丈夫でしょう。稲妻雷光山発動しないあたり大丈夫です。なるほどね。いったバトマス結構食らってるけど、電タックルちゃんと、なんか電タックル選んじゃったねで、この辺りでホースデビルが電タックル狙えてマヒマに見えた。さあどうだ。デビルアーマーが狙えた。あ、そっちあ、そっちね。まあが。さあ、近くエンド来た。お前も近くエンドできたが。おっしゃ。さあ来いよ。ああいや、来いよってそういう意味じゃねえんだよな。こういう、来いよってそういう意味じゃないんですよ。まあ、それだったら俺も打ちますよ。それをするんであれば、私も、近く変動、決まる！ここは決めるとこでしょうが。そこは決めるとこでしょうが。なんか入るぞ。なんか俺の中でなんか出ちゃうぞ。なんか違う何かが出るぞ。やってるんでしょうがーってなんか出ちゃうよ。どっかのなんか教師出てくるよ。どっかの教師みたいになっちゃうよ、俺。向こうなん痛いで何ダメだって出てんだよ。もう近く変動当てるしか勝ち筋がないじゃん。お前は近く、ああ、ブレイクオール、うんちょ、なんで安定を選ぶんですかね、君は。さあ、どうだ。命中率低いよ。そうなんだよね。普通に立ってても当たらないってことで命中率が低いんだよな、ブレイクオールな。まあ、それはあるけど、それを差し引いても星砕き強いな。うん。2体当たれば上々だもんね。普通に。いやいや、HP の大差が1400ぐらいになってますけど。近く変動がでかすぎるでしょ。さあ、ダークウィッチをゴールデンゴーレムに打ってほしいな。オッケー、完璧。はい。オッケー。さあ、ここで近く変動を当てたいね。てか、当てないともう未来ないよ。俺に未来ないよ。近く変動当てないと。うわ。このターン近く変動俺当てないと未来ないよ。うん。行くぜー、行くぜはい。さあ、トントンです。ここは赤つばぜり合い。普段のライブで鍛えた赤つばぜり合い。真剣勝負行きますぜ。よし。2秒式で。5、4、3、2、ここあ、俺いや、いいよ。勝ちゃいいんだろ。装備もまるで全部一緒。はい。なんで勝った、なんか勝った。よしよし、なんか勝ったからなんか勝ったけど、これ勝ち筋ちょっと勝ち筋が危ういところだ。おいデンタサウルス、そいつホースデビルは賢いからいいんだけどな。メラミでもドルマでもゴールデンゴーレムに弱点取れるしね。どうしよっかなー。うわー、これネビュラして、俺の勝ち筋ネビュラして、先に動けばいいみたいになってるよ。いや、なんでやばい、終わるか。いや、終わるか、これ。お、結構いい勝負じゃないこれ。いや、ここギリ耐える。うわ、12! 奇跡の逆転、ここからあるんだよ。奇跡も魔法もあるんだよ。グランドネビュラでダメージ取って。さあ誰だ。さあおお、嘘、芸人じゃんこれ。これ決めたら芸人だぞお前。いけ。めっちゃテンション上がったわ。まあ、地殻変動の何がいいかっていうのは、もうまた来ましたよ、このチーム。また出ましたよ、このチームが。もう何かと出てきますよね、このチームね。地殻変動の何がいいかってさ、体勢無視。そしてね、地殻変動によりさ、会心を出せる。つまり、ああいうクソ硬い連中にも、簡単に攻撃が通る。これ以外の利点がありますかね。はい。ね、僕たちをね、みんなで激闘で悩ませたこの最強パーティー。もう、いわばもう最強パーティーですよ、これ。ある意味最強パーティーなんですけど、こういう奴らにも平気でダメージが入る。それがこのパーティーのいいところですね。はい。もう見せていこうと思いますよ。だって耐性物質だったらもう1700なんてもうね、少ない中の少ないですから。なんだお前どうした、なんだお前どうした、124なんて出してさあ、こいつがあんまり期待できないんだよな。当たらないよそりゃ。対比率 37% だもんあいつ。でこの3体はマジで強いからなって思ってる。でもこれ対策になるよね。そういう硬い連中へのメタになる。いくぜ。はい、ほらね、ほらこういうこと、そういうことね。耐性無視っていうのはマジで強えな。うん、打撃耐性とかをいくら上げようが耐性無視には勝てないんだよ。うわうわやっぱ強えな、そう考えるとな。でもそう考えるとバトマスってすげえ強いんだよな。普通にブレイクオーライガンガン押していけば怖い相手ではないんですよ、その時点でね。いやすごいね、いい感じだわ。このパーティーいいぞ。このパーティー星から来て、そう考えるとさ、みんなで激闘でも使えるかもね。このクソ硬い3体すごい、なんかみんなの中で最強説出てるから、俺らの中で最強説出てるから、4人の中で。そう、これのメタに作っといていいなーって。これマジで結構普通にいいパーティーなんじゃないかなと思ってるんですよさあドルマを爆弾岩に打ってほしいね。さあ爆弾岩ね。そういうこと俺の中で一致したわ。さあ砲撃、まああまりデビルアーマーには期待できないんですけどまたお前そいつ狙うのダメだってほらまあそこそこ効いた方なんだけどね、147ならなんか60とか出てる方が多かったからこのね、近く変動を引くことブレイクオール、はい、命中率悪いって言ってもそこまで悪いのかよ。逆転音声入ったかおい、逆転音声入ってんじゃねえかよ一番ブレイクオール当ててほしいんだけど。まあでもまあ耐えれる、まだ耐えれるから。だってこのターンにメラミとブレイクオール当たるだけで勝ちですから。慌てる時間じゃないですよ。まだ慌てる時間ではないですよ。はい、大丈夫、次に当てればいいだけですか今回取れ高いいな、ちょっとなんか今回取れ高いいなでもこれブレイクオールが当たればいいですこの星砕きの強さ見せてやる、震えろお前ら。はいね、2体当たるだけで上々よ。もうこういうクソ硬い連中には2体当たるだけで十分ですよ。はい、まあ大丈夫、次の次のね、こっちのね、フォースデビルとデビルアームがやってくれるから、大丈夫。まだ指あるよ。ほら、もうこれね、メラミをね、爆弾に打っていく。それで300取れるからね。で、デビルアームが締めて終わりかな。はい、そういうこと。はい、デビルアーム締めて。ラスト頼むぜ。ここで砲撃ね。はい、行くぞ。はい。おっと、そいつか。はい、終わる77 これいいな。はい、というわけで今日は星砕きを紹介しました。結構なんかさ、今までライブで星砕き使うのありみたいなこといっぱいあったけど、今日めちゃくちゃいい感じになったね。ちょっとだけすっきりした別の収録した時はね、実はね、あまりにひどかったんですけどね。うん、やっぱモンバトをね、原点にして頂点。うんはい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。